アブドラフマーン・アーリフは、イラクの政治家、軍人であり、第三代イラク大統領である。アブドラフマーン・アーリフは、イラク陸軍の職業軍人として、1958年の自由商工団らによる旺盛なトークデターに参加した。また彼の弟である、アブドッサラーム・アーリフが、アブドル・カリーム・カーシム首相から政権を奪取した1963年の、 クーデターも支援し、クーデター成功後に軍の司令官に任命された。1966年4月に弟のアブドッサラーム大統領は航空機事故によって死亡した。事故後、首相のアブドンラフマーン・アルバッザーズが一旦は大統領に就任したが、指示が得られず、3日後にアブドンラフマーン・アーリーフに大統領職が譲られた。その後、 イラク革命指導協議会に正式に承認された。弟の政策を引き継いだが、よりナショナリズム的な政治を行った。弟と同様に、反アラブ主義を掲げるエジプトのナセル大統領を強く支持していた。エジプトが中心となり、イスラエルと戦った1967年6月の第3次中東戦争にもイラク軍を派兵した。戦争は、アラブ側が、 多くの犠牲者を出して終戦したが、イラク軍は他のアラブ諸国よりも優秀な戦いぶりを見せた。その後、もう一人のナセル主義者であるアーリフ・アブドンラッザーク空軍司令官がクーデターを試みた。ソ連製ミグ17戦闘機で大統領宮殿の一部を爆撃したが、クーデターは失敗し、アブドンラッザークは逮捕された。 アブドン・ラザークがクーデターを試みたのは二度目だったためテレビ演説でラザークを確実に処罰し御社以外では釈放しないと宣言した1967年には大統領自身が所得税を免除されるという無分別な法律を作ったがそれ以外の方法で富を得られなかったことが示唆される1968年7月17日就寝中に アフマド・ハサン・アルバクル・ラバース・トーインによって、無血クーデターを起こされた。かつて自身が、弟と共に1963年クーデターで、行ったのと同じく、クーデター勢力は、ラジオ局と国防省を占拠した上で、クーデター成功を宣言した。次期国防大臣、ハルダーン・アイコール・ディクリー・ティから電話を受け、大統領職辞任に応じた。安全を保された上で空港に送られ、 トルコに亡命した。サターム・フセインが政権を取った1979年になってイラク帰国を果たしたが公的な場や政治的な場に顔を出すことはほとんどなかった。メッカ巡礼のため一度だけ出国を許可された。その後も国内に居住していたが2003年の米軍侵攻によるフセイン政権崩壊後2004年にアンマンに移住した。 2007年8月24日にアンマンで亡くなったイラクエクスプレジデントダイズインジョーダンミドルイーストオンライン2007年8月24日ありがとうございます。